では始めていきますね。はい、お願いします。ではね、ここ、わあ硬いね。ここ、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 あ、ここ、ここ。今軽くですからね。ここ、ここ、ここ、うわ、全部硬い。全部硬い。全部硬い。で、どんな感じかって言ったら、冷凍庫の中に入っている生肉がガチガチに固まった3年ものぐらいの硬さのお肉になってます。で、それを今からね、緩めていきますけれども、背中の疲れって足の疲れから洗ってくることが結構多いので、それをとってもまだ残っている場合は背中をしっかり緩めていきます。で、ですので今からね、しっかり、ね、足緩めていきますからね。叫ばない人も当然いますからね。あれって、ん？いやって言ってる人って、はい、これよりもっと痛い。これぐらいですよ。でこれで痛がる人は痛がるんです。で、ちょうど気持ちよく受けられてるじゃないですか。ということは当店に合うお客さんなんです。で、これで、ああやっぱりすっきりしたわって思うと、今度遠くても、あ、大阪行くならついでにあそこも予約するかみたいな感じになって来られたりする人が増えるんですね。左の方が硬いね。僕なんかも旅行をよくするので分かるんですけど、あそこ行ったらあれとこれ食べようみたいな、その店。ああ、そうですよね。そうそう。これはね、筋肉の中にね、なんかいらない物質 X っていうのを僕は勝手に持ってるんですが、が溜まってて、それがね、硬くなってる原因なんですね。まあ、白衣とかを、1週間ぐらい着たら襟元すごく汚れるじゃないですか。あの汚れみたいな。ちょっと汗拭いていいですか？ああ、どうぞどうぞ。拭いてくださいよ。止めないけど。止めないでいいです。止めないでいいです。そう、みんなさんね、汗かかりますよ。こう、た、そこです。はい、そこです。はい、そこです。はい、そこです。めっちゃだけど、そんなの張るんです。わかります。こいつね。怖い。そこは気持ちいい。